ジョーリックスはアメリカ合衆国の男性総合格闘家。アリゾナ州フェニックス出身。MMA ラボ所属。元 WEC 世界ミドル級王者。腹部に通称ともなっているディーゼルという文字をタトゥーで大きく入れている。他にも右上腕部などにもタトゥーを入れている。デビューから1年半ほどはレイジー・イン・ザ・ケージを主戦場としていた。2005年11月19日。 UFC56 でマット・ヒューズと対戦し、チキンウィング・アームロックで一本負け。世界ウェルター級タイトルマッチとなるはずであったが、リックスの体重超過により、ノンタイトルマッチとなった。2006年2月4日、UFC57 のニック・ディアスとの試合では、前日計量から絶戦を繰り広げ、判定勝ちを収めた試合後も、病院で乱闘騒ぎを起こし、警察沙汰となった。 その後は階級をミドル級に上げ、2006年5月27日の UFC60 でマイクスウィックと対戦し、フロントチョークで一本負け。2006年8月17日の UFC ファイトナイト6では再びウェルター級に落として、ジェイソン・ホンフルーと対戦し、三角締めで一本勝ちを収め、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞するが、続いて参戦した UFC ファイトナイト。 サンチェス VS、リックズでは、ディエゴ・サンチェスに、小負け。2007年9月29日、初参戦となった、ストライクフォースで、ユージーン・ジャクソンと対戦し、小勝ち。2008年9月20日、ストライクフォースで、ミサキ・カズオと対戦し、パウンドで TKO 負け。レフェリーのストップが早かった、と抗議した。2010年1月30日、ストライクフォス、マイアミで、 ジェイ・ヒエロンと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2010年8月13日、ストライクフォースチャレンジャーズ10のメインイベントでルイス・テイラーと対戦し、パウンドによる TKO 価値を収めた。ありがとうございます。